こんにちは。ナナです。9日の渡辺棋聖とのタイトル戦は、当然3連勝でストレート勝ちする気で、動画を準備していましたが、簡単には勝たせてくれず、142手を見た藤井七段が投了を告げました。ただ、最終盤でも、棋聖は、相手を認めている指し方をしていると、高見七段が語っていましたが、藤井七段と渡辺棋聖は、過去の対戦が3局あり、藤井七段が3連勝していますから、ここからは意地でも負けられないというのが、本音だったと思います。朝日杯の快勝と、そして、今回のタイトル戦、出だし2局は、連勝されるという棋聖からすると、想定外の出来事だったと思います。渡辺棋聖は、通算で23回目のタイトル防衛戦となり、過去22回の戦績は、なんと8割を超えます。しかも、過去ストレート奪取されたことがなかったわけですが、ファンとしては、藤井七段ならば、新たな記録を作ってくれるかもと、期待をしていましたが、楽しみが先に伸びただけです。ここで終わるよりも一つでも、多く対局が見られた方がいいと、気持ちを切り替え応援したいと思います。さて、91期ヒューリック棋聖戦5番勝負第3局が9日東京将棋会館で9時から始まり、今局先手番だった藤井七段が得意の角換わり腰掛け人を採用し戦いを挑みましたが、惜しくも負けを許しました。持ち時間は各4時間、対局が終わったのが19時12分でしたので、10時間12分の長い戦いでした。消費時間は渡辺棋聖が3時間47分、藤井七段が3時間59分と、最後は1分将棋での戦いを繰り広げ、粘り強い指し回しを見せてくれました。お昼過ぎには、終盤戦の入り口なのではという解説人の言葉からは、早々に決着がつきそうな予感すら感じさせていましたが、17時当たり前では、まだ AI 形勢は互角で、行ったり来たりを繰り返して難解な局面であることが分かりました。しかも、今局を見ていて不思議だったのが、AI が最善手として示している手を指しているのに数字が下がるという謎の現象もありましたが、それは、やはりそれだけ機械でも読み切れないほど難しい対局だったということでしょう。対局解説をしていた森内九段は大盤解説を終えて、お互い研究の深い形で最前線の戦いになったんですけど、その中で渡辺棋聖の深い研究と、それに対する藤井七段の見事な対応というのが出た一局で、近くで見ていても見応えがあって、何が悪かったのかまだわからないですし、非常にハイレベルな見事な対局だったと思いますと総括していました。本局で印象的だったのが、師匠杉本八段が8日棋聖戦前日の順位戦を終えて関西から東京に駆けつけ対局を見守っていたこと、そして対局中のインタビューで、今回タイトルを取るかどうかは別として、いつかはタイトルを得るのが規定路線ですから、そういった面では安心して見ていられます。今弱点がないなって感じがしていますし、今日も伸び伸び指していますよね。と話していた言葉からは、師匠の愛情を感じましたし、藤井七段は、師匠にも恵まれているなと改めて感じた瞬間でした。なかなか、弟子について語るときに、ここまで、堂々と未来の成功を、言い切れないと言いますか、謙遜しがちです。ただ、藤井七段に限っては、謙遜することすら、陰陰無礼に感じるほどの、成績ですから当たり前かもしれませんが、本局でのタイトル奪取は逃しましたが、次の関西将棋会館で、師匠の和服を着て対局した時に取ってくれると確信しています。ただ、森内九段も話していたように渡辺棋聖が、乗ってきた時は恐ろしいから、気をつけそれを超えてほしいと思います。さて、本局までの両対局者の成績は次の通りです。藤井七段の2020年度の成績は12勝1敗 0.923。対局数ランキング、勝ち数、
連勝ランキングで暫定1位。棋聖戦と王位戦でタイトル奪取をかけて対局中。2019年度の成績は53勝12敗 0.815。通算成績は181勝33敗 0.846。未放映のテレビ対局は除きます。渡辺棋聖の2020年度の成績は3勝4敗 0.429。2019年度の成績は41勝15敗 0.732。通算成績は660勝335敗 0.663。本局は通算996局目。通算1000局が目前。未放映のテレビ対局は除きます。現在タイトル通算25期で、歴代5位の記録を持っています。27期で、4位の谷川九段に近づいている状況。対局後両対局者は、次のようにインタビューに答えています。先手藤井七段、後手渡辺棋聖での対局。まずは、渡辺棋聖が答えた内容をまとめて紹介します。本局の戦型、角換わり腰掛け人については予定の本命でした。午前中はもちろん、予定、研究の範囲内でした。ただ、その後は、先手の手も広いので、90手目99飛くらいまでは考えたことがあったんですけど、変化が多いのであんまりきちんとは、90手目99飛に98銀と打たせて、67馬としたところの手応えについては、合駒なら馬を逃げてという予定でやっていたので、と回答し、その後112手目78馬と入ったところは、指しやすいと思ったんですけど、終盤は読んでいない手がいっぱいあったので、と対局について振り返っています。そして次の対局については、とりあえず一つしのぐことができたので、依然として角番ですけど、この勢いで頑張れればいいかなと思います。と答えています。ここまで2敗した状態で迎えたことに対してのプレッシャーに関しては、状況が苦しかったので、開き直ってというか、思い切っていこうかなと。決めていたところは、どんどん刺そうと思っていました。本局は、作戦が当たったところはあるので、勝ち方の部類ではいいものではないでしょうけど、角番で贅沢を言える状況ではなかったので、結果に満足して次に向かいたいと思います。と、話終盤は、慎重に指し進めていたことに関しては、想定を外れたところからいきなり終盤戦なので、時間がないと分が悪いなと思っていたので、そういう方針で進めていました。最後は、ちょっと上に逃げられるのをうっかりしてたんですけど、時間があったので冷静になれました。と、かなり詳しくそして素直な表現で気持ちを吐露していました。渡辺棋聖との対局ですごいと感じることは、結構、しっかりと内容について答えてくれることだったり、ブログでも自分の足りなかった点などを素直に記しているあたり、自信があるんだなって感じるところでもあります。そして、対戦者の藤井七段は、次のように対局後答えています。戦型は、角換わりから腰掛け、銀にしようと思っていました。途中まで考えたことのある局面でしたが、こちらの玉形が見慣れない形になって、うまくまとめられませんでした。82手目99角成に、77桂で難しいイメージでしたが、90手目99飛と打たれて対応がわかりませんでした。その後に、いくつかミスが出てしまったと思います。今日の内容を反省して、次につなげたいと思います。第4局がまたすぐにあるので、いい状態で臨めるようにしたいです。前手の99飛が読みにない手で、形勢としてはいい勝負かと思ったんですけど、端玉であまりない形なので、その後は、ちょっとまとめ方がわからなかったです。自分としては普段通り臨めたかなと。途中で、何回かミスが出てしまったのは、実力かなと思います。このように対局内容を振り返っていました。藤井七段は、1分将棋に入っても諦めることなく相手に、圧をかける手順を探りつつ、指し続けていたところは解説者の先生も話していましたがすごいと感じます。また、藤井七段が残り
時間3分ほどになっている状況で、渡辺棋聖は1時間30分ほどあり、かなり余裕があった。対局後も話していましたが、棋聖は時間で、優位に立つことも作戦だったと話しています。そういう中で、藤井七段は、指した後離席していますが、手番になった渡辺棋聖は読み切っていた局面でも、藤井七段が戻ってくるまで指さなかった場面がありました。高見七段が、その点について触れており、やはり、きちんと、そういう面での気遣いは素晴らしいですと、話していたのを聞き、7の中でも株が上がりました。対局の質で戦うんですよね的なことを話していた。高見七段の人柄の良さもさることながら、それは頷けたところです。時間で攻める戦略でも、相手への配慮は忘れない点から見えた。本当の優しさが、垣間見れうな重ではなくこういうところをメディアも、指摘してあげるといいのになって感じた瞬間でした。そして、今局は、対局会場のホテルに藤井七段を応援する、女性ファンが、同じ食事をしてみたいという思いから、ホテルに集まっていた光景があったようです。で、実際の勝負飯は次の通りです。昼食の注文。渡辺明棋聖、天ぷら御膳、藤井聡太七段、冷豚しゃぶサラダ定食。昼食休憩時の残り持ち時間。渡辺明棋聖、3時間26分、消費34分。藤井聡太七段、2時間18分、消費1時間42分。次の対局は、関西将棋会館が舞台となります。ちなみに、本局の着物は、藤井七段が、タイトル戦のために仕立てた着物です。それを対局中に師匠から聞いて、図らずもタイトル奪取は、今局ではないんじゃないかなって思ったんですよね。初タイトル奪取の舞台は、東京より関西将棋会館の方が、地元に近く、なんだかいい感じもしますし、何より師匠から贈られた着物を着て、初タイトル奪取とした方が、本当の意味で恩返しができたという気もします。今回の着物は、藤井七段が何気なく選んだものだったのか、それとも、クリーニングに出していて、師匠からの着物が着られなかったのか、不明ですが、なんだかストーリーが出来上がっているように感じます。どうか、次の対局は、師匠が贈った着物で登場しますように、嫌そうであってほしい。棋聖戦五番勝負第4局は来週に控えています。棋聖戦のサイクルが早いのとその間に王位戦もあったりと、やっぱり体力面でも心配になりますが、どうにか乗り切ってくれることを願っています。王位戦に至っては、次は北海道札幌まで行かなければなりません。くれぐれも旅の安全と健康だけには気をつけてほしいと切望します。棋聖戦五番勝負第4局は、7月16日木、関西将棋会館に場所を移し行われます。立ち会い人、桐山清澄九段。記録係、井田明宏三段。この対局も、中継視聴が過去最大になるのではないかと思われますが、藤井七段らしい将棋ができることを願っています。最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにしたいと思います。あの、99日まで渡辺棋聖が研究済みだったのはすごいけど、あの局面までは藤井七段があえて誘導したのかと思っていた。まだ誰も経験したことのないフィールドにラスボスを導いて対決を挑んだ若き勇者のようだった。でも、その戦いで藤井七段は敗れたのだから、この悔しさはきっと。豊島竜王名人に竜王戦挑戦者決定トーナメントで負けた時くらい悔しかったと思う。頑張れ藤井七段。負けるとすれば研究にはまった時だと思っていたけど、渡辺棋聖が救急飛車のところまで研究していたとは、あそこまでは評価値的には若干藤井七段寄りだったけど、その後に最善手自然手を続けてもいつの間にか渡辺棋聖持ちの大差になっていた。さすがに棋界の第一人者。相手の18番の戦法は十分研究していた。となると、
藤井七段が1局目に矢倉で行ったのは正解だったのかもしれない。4局目も角換わりになるのかな？前後変わるとはいえ、この内容でまた角換わりは怖いね。素人ながら何が良い手で何が悪い手なのかはわからなかったけど、一手一手にすごい緊迫感がひしひしと伝わりました。勝手ながら対局場面を想像してみたけど、正直逃げたくなる、投げ出したくなる思いでした。高校生でこの舞台を楽しまれているなんて、ほんと勝負師ですね。解説者の予想を聞きながらの一手でも、いざ打たれると情勢があそこまで変わるんだという魅力も大いに満喫できました。奥深すぎる。スポーツ観戦と一緒で生がいいですね。ちょっと長いので難しいけど笑い。渡辺棋聖と藤井七段、本当に素晴らしい将棋をありがとうございました。